エレッタモーデロ 1938A は第二次世界大戦にイタリアで開発された短期間銃である。愛称はモスキート。第一次世界大戦前後、各国では短期間銃の開発が盛んに行われていた。イタリアでもより軽く頑丈かつ射撃精度の良い,い短期間銃の開発を求めた。当時、自動式拳銃の開発で有名になったイタリアコサン銃。 メーカーベレッタ社の設計者、ツオレマ連合には、拳銃の開発と並行して、短期間銃の開発に着手する。1938年になって、ベレッタ社は、モーデロ 1938A を完成させ、イタリア陸軍に正式短期間銃として採用された。M38A は、シンプルブローバック方式を採用し、セミオートとフルオートを打ち分けることができる。 引き金は2本あり、前側がセミオート用、後ろ側がフルオート用である。コッキングハンドルは重機管部の右側面に設けられ、ボルトとは別部品となっているため射撃中には全身位置に留まっているほか、ダストカバーを兼ねているので全身位置では機管部の開口部を保護している。機管部の左側面にはレバー式の安全装置があり、安全位置ではボルトが固定される。 重心には保護及び放熱のためのジャケットが被せられ、重厚部分には効果的なマズルブレーキが設けられている。射撃の際には空薬鏡は銃の左前方へ排出される。ベレッタ社独特の上質な仕上げは対戦末期になってから重心を多いなど工作過程の一部で省力化されたのみで、イタリアの幸福まで高い品質は維持され続けた。しかし、その反面、 削り出し加工に頼る設計のため同世代の短期間銃に比べてコストが高く大量生産には向かなかった弾薬はベレッタ製拳銃の弾薬を供要することが可能でサムライベストを着用したイタリア社会共和国の兵士初期型 M38 ではバレルジャケットに着見することもできた M38 栄養の弾装を傾向するためのベストも支給され このベストは横向きにした断層を縦に並べて収納し、遠目に日本古来の鎧に似ていたことから侍と呼ばれた。このベストには断層を胸元だけに収納する簡易なタイプのほか、断層を胸元と背中の両面に収納し、さらに腰回りに主流弾入れを配置したタイプも存在した。M38A で武装したスロベニアのパルチザン M38A は、 主に、イタリア陸軍の空挺部隊、ベルサリエリアルピーに、機械化部隊、自動車化部隊、カラビニエリ、黒シャツ隊などで使用された。後に、ベレッタ社は、M38A の重心と先台を短縮。さらに、バレルジャケットとバイオネットラグを廃止し、マズルブレーキを簡略化した、モーデロ38-42を開発する。m a と m は、 イタリア国内に駐留していたドイツの国防軍や武装親衛隊にも供与され、MP738 の名称で純正式となり、広く使用された。また、当時同盟国であったルーマニアにも輸出され、ルーマニア陸軍でも運用された。1943年にイタリアは連合軍に降伏し、大量に残された M38A はドイツ軍が接収指示軍の正式兵器とした。 その後も連合国への抵抗を続けるイタリア社会共和国と北イタリアのドイツ軍のために M38A 及び M38-42 の製造は続き1945年末には M38-42 の複雑版機構を簡略化したモーデロ38-44が開発されドイツ軍ではこれを MP739 として採用した 第二次世界大戦終結後、残存していた M38A シリーズは再編された、イタリア軍及び警察に改めて採用され、M38-44 はモーデロ1と解消の上で、生産が再開する。その後、モーデロ2からモーデロ5までの段階的改良を経て、使用され続け、ベレッタ M12 による更新が完了したのは1970年代だった。ありがとうございます。